毎日パチメ、はい、パチメ歴19年スーパーモチベティーチャー福地でございます。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、最近僕が読んでる本で、子供がどうやったら自発的に自分で考えて行動できるかという本をですね、読みまして、まあ、その本の中でね、すごく僕の中で目から鱗だなと思った話を今日はさせていただきます。まあ、どういう話かというとですね、子供が自発的に動ける、考えて行動できるようになるには、自分で考える能力というのをですね、養っていかなくてはいけない。じゃあどうやったら自分で考えて行動する能力が生まれるのかというと、相手にちゃんと感想を聞くというのがすごい大切っていうのが書いてあったんですよ。これどういうことかといったらですね、例えば絵本を読みます。まだね、絵本を自分で読めない。だから僕、親がね、こうやって絵本を読んでいくじゃないですか。ゆっくり分かりやすいね、ゆっくりした言葉で、で読み終わって、はいおしまいで終わらせてはダメなんですよ。はいおしまいって言った後に、今の絵本読んでみて、どう感じたっていうのを聞いてみると。これなかなかね、僕もやっていなかったんですけども、感想を聞くってすごい大切なんですよ。で感想を聞かれると、例えばね、桃太郎だったら、桃太郎が鬼をやっつけてかっこよかったとか、桃太郎がキジとか猿とか犬をこう仲間に、きびだんごを出して仲間にするところがすごい面白かったとかっていう感想を言うようになるんですよ。でその感想を言うようになるとですね、毎回その絵本の終わった後に感想を聞くと、今度は感想を聞かれると思って聞くようになるんです、絵本。そうするとですね、より集中して絵本をですね聞くようになると、子供が。で終わった後に、どうやったらこの自分の感情を言葉にしたらいいのかっていうのを考えるようになると。そしてそれをちゃんと相手に伝えるように言葉を選びながら伝える。子供だったらね、なかなかそんなまとまってね、うまく要約して伝えることはできない。もう感情でね、強かった、痛かった、弱かったみたいな感じで伝えるんですけど、でもそれも、あ、こういうふうにそれを伝えたらいいんじゃないとかっていう言葉で少しずつ修正をしていくとですね、プレゼン能力上がったり、相手に伝える能力上がっていくと。まあそうやって相手の感情をちゃんと聞くというのが、自分で考えることをの発達に非常にいいというのをですね、聞きまして、確かにそうだな、素晴らしいなと思ってですね、まあこれは自分の子供にやってあげたいなと思いました。まあこれがね、大人になってもそうかもしれないですね。研修終わった後に、研修どうだったってフィードバックあるじゃないですか。でそこの部分でちゃんと理解してるか理解してないかをですね、測ったりとかですね、今日一日のその仕事どうだったとか、そういうフィードバックをすることってすごく大切じゃないですか。それで相手の進捗状況を知ると、相手に感想を聞く、相手の感情をしっかりとこっちで、理解することがすごくですね、自分が自発的に自分で行動できる人を育てるというのをですね、すごく勉強になったなと思いましたので、今日はそんな話をさせていただきました。ということで、以上、毎日パチメ、ご視聴ありがとうございました。